はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちら TH コンプリターさんから、動画をお届けしていきたいと思うんですけども、なんか私の資源量が映ってますね。ゴールドパスが終わってですね、シルバーパスか、私ね、サブアカなんでが終わって、まぁ、ちょっと、資源がホクホクしてるというところですね。まぁ、タンゴール7ならこれぐらいで十分ですね。はい。で、まぁ、Twitter やってる方は少し、泣き言を言ったので知ってるかもしれないんですけど、私多分インフルですね、今もらってまして、で、まぁ、ドイツ時間の今夜撮ってんですけど、あ、厳しいですね。熱が下がんなくて、まあ今、解熱剤飲んでようやっとってとこなんですけどね。これでも逃しちゃうと、リプレイ消えちゃうので、まあ、ちょっとですね、薬でごまかしながら、このですね、JWC の、J2 の、アタック、見ていきたいと思います。でですね、今回のこのアタック、まあ、3つの村を紹介するんですけど、合計4つの攻めですかね。うん、なんですけども、どれもですね、シングルインフェルノタワーに対する、対応というのをぜひね、ここから見てほしいなというふうに思うんですね。で、まず、まあ、こんなような配置ですよね。シングルインフェルノが、この配置で言うと、2本あるのがわかるかなというふうに思います。1つが、ここですね。ここ。で、もう1つがここという感じですね。はい。で、まずここを突撃艦で削っていきます。まあ、ここは非常にオーソドックスに削れていってますね。削っていきながら、次、削っていくポイントは、こちら側からですね、ドドッとこういう風に、イエティとヒーローを出していくんですね。イエティとヒーローが出てくるんですけども、ですね、これがやっぱりシングルインフェルノにかなりやられちゃうっていうところが、まあ、見てもらうとわかるかなという風に思います。で、シングルインフェルノの怖いところって、とにかく重量級のユニットをもう、焼き切っちゃうっていうことなんですね。まあ、ドラゴンなんか昔から使ってた方はご存知かもしれないんですけど、マルチインフェルノって、まあ、重量級のユニットからすると、まあ、そんな怖くないですよね。多少ダメージ受けても、どっかで回復するチャンスがあれば、まあ、ヒーリングの呪文を使うとか、あとはまあフリーズで止めている間に、勢いで殴ってしまって、まあ、多少ダメージ受けてもなんとかなるかな、みたいな。ただシングルの場合って、なかなかそれがしにくいので、ダメージが最大化になった瞬間にフリーズかけるって結構技術もいりますしね。で、こんな形でフリーズで止めてるんですけども、まあ、こいつの仕事を見てほしいんですが、結構こう焼いてっちゃってるんですね、イエティを。イエティを次から次へとこう焼いていってしまって、で、防衛援軍とヒーローもここで勝ち合ってますから、足止め食らっちゃってるわけですよ。で、そこでもうヒーラーの回復量を超えるダメージを受けて、たまらずトームを使っていってるんですが、まだ、ギガインフェルノが残っている状態でトームを使わされているにもかかわらず、このイエティプラスキング、クイーン、ちょっとペッカ、あとロイちゃんかな、まあ、というようなもうかなり劣勢なユニット構成になってきちゃってますよね。まだ相手のロイちゃんもここに残っていてクロスボウなんかもあったりするんで、まあ、そう簡単にこれは取り切れそうにないような感じが見えますよね。まあ、結果的にこれ星2で終わってしまうんですけども、まあ、最初見てほしかったのはシングルインフェルノのこの重量級ユニットへの効果っていうところですね。で、今回ヒーローが4体に増えたことに加えて、イエティというユニットがすごい力強いということもあって、タンゴール12、13界隈では、もうかなりですね、このイエティプラスまあヒーローを使った重量級アタックですね。まあ、メタ攻めなんていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、メタですね。メタメタにこう、パワーで押していくようなアタック。まあ、こういうのが、なんていうの、猛威を振るってるわけなんですよね。なので、当然防衛側もそれに対応するためにシングルインフェルノになってくると、まあ、これは当然のことですよね。で、それに、早く対応していかないと、まあ、やっぱりですね、周りのクランに負けていってしまうというところがあって、かなりですね、今この JWC 参加している TH コンプリーターさんでも、まあ、これへの対策っていうのを進めてます。で、対策っていうのが意外とシンプルなんですよね。まあまあまあ、ちょっとまず見てもらった方が早いと思うんで見ていただくと、例えば今この同じアタックを、まあ、秘書剣で攻めた、このカラーさんのアタック。これですね。ちょっとご覧いただきたいと思います。編成がガラッと変わってますよね。スーサイドラバルっていう格好になってます。まあ、ラバ1ですよね。のスーサイドラバル。うん。で、あとヒーローパートをどう使っていくかっていうところなんですけども、まあ、簡単に説明するとですね、まずここに関しては、さっきの1本目の K さんと同じように突撃艦で落としていくということですね。見えにくいですかね。まあ、こんな風にしておきましょうか。で、こっちから、アイスゴーレムと、あとはヒーローか。
これをがっつりと流し込んでいくという格好になりますね。ここからガーッと。でそうすると出来上がってくるのが、まあまあこんなような、L 字が、ちょっと書きにくいな。まあこんなような L 字かな、出来上がってくるんですね。そこを一気に、ラバルを使って、バルーンを使って、こっち側からガーンと回していくっていう感じですね。うん。すげえわかりにくい解説しましたね、今。ちょっとひどいな。少し、今のは見えにくかったと思うんですけども、まあ簡単に言うとこっちから、バルーンですね、を思いっきり回していくというような方で考えてもらったらいいかなと思います。で、これが刺さるんですね。うん。まあ、なんでかっていうと、まあ、一つはですね、この配置の場合、シングルインフェルノがここにはありますけども、これ、まあ、刺して怖くはないですよね。本当に全く怖くないと思うんですよ。ラバルに関して言えば。まあ、バルの大群がいるので、まあ、正味ラバがターゲット取るのは、対空砲と、まあ、その周辺施設ですから、他はバルに任せちゃえばいいというところ。で、バルーンの数に押し切るような攻めをされちゃうと、全くシングルインフェルノって効果を発揮してくれないので、それにですね、よって、あっという間にこうね、バルーンが全て破壊し尽くしてくれるというところですね。こんだけのバルーンが残ってるって、まあまあ、この破壊力を物語っていると思うんですが、もう一つ重要なポイントは、あまりにこのイエティ対策を意識しすぎるあまりに、クロスボウまで結構耐震になっちゃってることが多いんですよね。で、もう一個これアイスゴーレムが今ここにいますよね。でこれもそうなんですよ。陸ユニットを警戒するがあまり全部アイスゴーレムになっちゃってるんで、イエティとか、まあ、さっきのイエティのやられっぷり見ましたよね。なっちゃってるんで、そういうところもこのラバルを使うことによって回避できちゃうわけですね。まあ、なのでそのスーサイド系の戦術っていうのがもしかするとこの現環境で、シングルインフェルノが非常に多いような村を相手にする場合は、まあ、一つの回になるのかなというふうに思います。で、それをですね、もう一個続けてみてもらいたいなというふうに思うんですが、見てもらいたいのはこちらですね。はい、こちら、ファルコさんが取ってくれているアタックですね。ファルコさんが。はい。これもですね、ここに関してまず突撃艦を入れていきますね。ガッツンとこうぶつけていきます。で、壊しきれない部分があるんですよ。なんで、そこに関しては、まあ、ここの領域っていうのかな、この辺の、ごめんなさいね。すいません。この辺の領域、ここに関しては、ロイヤルチャンピオンを投入することによって、ダブルでここを潰していきます。まずは突撃艦。おそらくね、この突撃艦だけで、ここの、投石機まで、壊しきりたかったのが本音だろうなと思います。援軍も来ちゃってるんでね、非常にこれは、後の展開を悩んでらっしゃったと思うんですけど、これがミリ残って壊せなかったんで、一旦アーチャーで、こちら側ですね、三次方面にこう援軍を釣ってしまって、アイスゴーレムも処理していくと。で処理していきながら、レアルチャンピオンがアイスゴーレムに捕まらない環境を作ってから、短期投入ですね。で、しっかりとこの投石機まで届くようなルートを作って、これでフォーミングシールド。うまいですね。こうなってくると、まずここで、まあ、こんなような大きな L 字が出来上がってきたっていうのは見てわかりますよね。でこの L 字をさ、どう料理していくかっていうところで登場するのが、このディガホグなんですね。まずこのヒーローたちで、こちら側、まあ、ヒーローって言ってもまあ、キングとアチャクイですけども、こっち側をこうカットしていきますね。することによって、残ったこの L 字のルート、この L 字のルートにがっつりディガホグを通していくと、まあ、いう格好になっていくわけですね。で、ディガーとホグライダーって、前もちょっと別の動画で話しましたが、面での突破力があるんですね。ディガーとかホグライダー単体にしちゃうと、スケルトントラップ一箇所にホグライダーが密集しちゃったり、あとは、防衛施設だけを辿っていくホグライダーの場合、ディガーがスケトラに密集しちゃったり、ごめんなさい。あとは、防衛施設だけを辿っていくホグライダー、っていうのは、ある一個の防衛施設に集中しちゃって、みんなそこに集まっていっちゃって、集まった後にバラバラにしてしまうというようなことがあって非常にマネジメントしにくいんですけども、こういうふうにディガホグっていうふうにすることによって、特に序盤から中盤にかけて、ユニットをこう束にしてね、コントロールすることができるということですね。で、まあ、今回のこの最後のヒールももうはやいらないレベルですね、ここ。打っていってますけど、これね、全く不要なレベル。スーサイドっていう戦術が苦手な方もいると思うんですけども、まずはですね、これからの環境を考えるんであれば、選択肢の一つにやっぱ入れといた方がいいかなっていう気はします。クイヒをやっぱり軸にした戦術っていうのは、ものすごい使いやすくてみんな慣れてて
ついついそっちに走りたくなるんですけど、これやってしまうとあのシングルインフェルノを相手にした場合やれるパターンっていうのが非常に限られてくるんですね。まあ、一応私もその食い火やるんだったらこういう工夫がいりますよっていう動画、あの2週間ぐらい前かなに出してるんで、もしだったら見てもらいたいなと思うんですけども、あのそういう風な形で食い火を使わせないようにもう村が組まれているような、場合っていうのも多々あったりするので、無理やり使うのもまあ一手なんですけども、こういう風にもうスーサイドにしちゃう、でユニットの数の力で押し切っちゃう、まあ、ディガホグですね今回は、だったりバルーンを使っていくっていうようなパターンっていうのが、まあ、これから対応する幅を増やすためには非常にいいのかなという風に思います。さて、で最後ですね、まあ、このクメさんが取ってくれているこのアタックはちょっとおまけですね。あの今回の話の趣旨から少し外れるんですが、あまりにもお見事すぎたんで、ちょっとこれはあの個人的に入れ出してほしかったというところです。さあどうなるのかちょっと見てほしいんですけども、ここ注目してほしいんですね。まずはバルーンで上方面のところ、これカットしていってますよね。カットしていって、ロイヤルチャンピオンがまっすぐ、まあこのイーグル方に向かうような絵を描いています。まあここでちょっと若干トルネードトラップに捕まりましたけど、まあ大したことはないですね。でフリーズの呪文こうガン積みしてますよね、うん、これっていうのをひたすらこの投石機にかけていくんですね。ここでロイヤルチャンピオンの延命を図っていきます。でまあスキュートのトラップに多少捕まってますけども、ポイズンがないんでもうこれはしょうがないですね。あの自分で頑張って突破するしかないと。最後のフリーズ打っていって、なんとなんとですよ、この序盤においてここまで破壊しきるっていう、これやばすぎますよね。ちょっとね、こんな感じになっちゃってるわけですね。うん、で、今回もシングルインフェルノがここにありましたけども、ここにドラゴンを当てていくっていうのは非常に効率が悪いわけですよ。でも逆にこっちとこっちはマルチなんで、シングルではないですよね。なんでドラゴンはこのシングルインフェルノさえ突破しちゃえば使えるなと。ということで、まあ、まずこの突破方法を考えたんでしょうね。で、バルーンの数の力でまず序盤、シングルインフェルノを押していきながら、まあ、使い捨てるんじゃもったないから、そのバルーンに乗じて、キングとロイヤルチャンピオンを使って、こんな風に、中心部のイーグル砲、あとは、投石機まで壊していこうというプランにしたんだろうなと思います。で、このプランを使う上で、まあ、ドラゴンだからこそいいポイントがあって、それは、その、フリーズの呪文ってドラゴンすごい相性いいんですよね。あのヒール使っても結構ドラゴンって回復するための体力がすごい多いので、まあ、フリーズの呪文1個ぐらいじゃ全然回復しないわけじゃないですか。まあそれはインフェルノタワーとか、まあ、ウィストにターゲット長時間取られちゃう場合、まあ、そのダメージを回復するぐらいには使えますけど、ホーミングとかがやっぱ飛んできちゃったりすると、まあ、当然ヒールの呪文だけでは心もとないので、であればもうギガインフェルノとか投石機とか対空砲とか、これを凍らしちゃった方がいいですね。もうフリーズの呪文を使って、でそうすると、フリーズをたくさん持っていくこと自体は、まあ、ドラゴンパートにおいては非常に合理的で、それを使える限り使って、最初のこのロイヤルチャンピオン、ここに入ってきたロイヤルチャンピオン、こいつにそれを、当てていくっていうことですね。残ったフリーズは全然ドラゴンに使えるから、まあ、残す分には構わないと。ちょっとフリーズ多めに持っていこう、まあ、そんな発想だと思います。すごい、まあ、突撃艦を最後ね、こっちからガツンと、これですね、入れていったことにもよって、さらにここで暴れたライドラが、ルートを狭めてくれましたよね。なんで、まあ、ドラゴンが正味壊したのって、多分この辺をドラゴンが頑張って壊したのかなっていうふうに思いますね。いやー、お見事ですね。まあ、こんな攻めっていうのはかなり、まあ、できる方そんなに多くないと思うし、思いつく方も少ないと思うんですけども、まあまあ、シングルインフェルノっていうのは、冒頭言ったようにヒーローとか重量級のユニットにはすごく弱い、ので、それさえ逆に壊してしまって、あとマルチインフェルノだけを相手にすればいいやという状況が作れるんであれば、いっそのことを今のようなドラゴンラッシュっていうのはありかなっていうところですね。逆に今回のこの大輝さんの村、相手側の村ですよね。これ3本ともインフェルノがシングルだったら、おそらくクメさんは、これドラゴンラッシュしなかったでしょうね。あそこの序盤の入りは同じだったかもしれないですけど、やったのは、おそらくギガホグとかになってきたんじゃないかなっていうふうに思います。なんでシングルインフェルノを壊すには、ディガーとか、ホグライダー、あとはバルーみたいな小粒ユニット。で、マッチを壊すには、ペッカとか、あとは、ドラゴン、あとはイエティみたいな重量級のユニット、まあ、これをうまいことね、こう使い分けていって、相手の村一
全体を見たときに、まあまあ、どっちかに、はい、編成を寄せるのもありなんですけど、場合によってはこのクメさんみたいに、序盤は小粒ユニット、終盤を重量級みたいな形で、まあ、それこそ小粒と重量のハイブリッドですよね、いう形に持っていくっていうのもありかなというふうに思います。まあ、これは非常にとはいえども、難易度が高いと思うんで、あくまでおまけ参考的な感じで、載せさせていただきました。はい。というところでですね、ちょっともう今、若干頭がまだ、痛くてですね、いつも以上に滑舌は悪いわ、まとまりがない動画になってしまっていたら、誠に申し訳ないんですが、映しているリプレイ自体は本当一級品ですんでね、ぜひぜひ、ご参考にしていただきながら、まあ、これからのですね、環境、クーランで楽しんでいただけるような、参考になっていけたらいいかなというふうに思います。よろしければ、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日この辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。